はい、よろしくお願いします。今回は中学校国語感動詞についてお送りします。で、前回接続詞、やって終わったので、今回感動詞ですね。で、前回と同じようなスタイルです。問題はね、ここに1個穴埋めがあって3つ問題があると。で、ここの空間は感動詞、俺ね、5種類に分けるんですよ。この5種類にね。で、例えば感動詞の中の呼びかけってこんなんがあるよね、みたいな思いつくやつを最低1個ぜひ書いてもらって、で、俺の方は有名なやつをね、3個ぐらいずつね、書いていきますんで、それで確認してみてください。では、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってもらって、で、ちょっと不安なのがあれば、今からね、全部説明しながら穴埋めと問題解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、毎度毎度ですね、この1行目ね。感動詞は自立語です。また、これも接続詞と同じね。で、活用があるかないかっていうと、今回もありません。で、これに関しては、いつも言うけど、このね、国語シリーズの15番の動画が表になってるんですよ。で、その表を確認してみてください。で、ちなみに、自立語の中で活用がないグループは今回で最後です。感動詞でね。これで最後になります。では、さっき言ったね、5種類の感動詞いきましょう。で、これも接続詞の時と同じで、言葉とかね、その分野分けというか、種類分けだね。に関しては、そのテキストとかね、問題集、教科書とかで違うかもしれないです。今回は一応参考にしているテキスト、教科書と、あと自分が習ってきたのをこう参考にして5個に分けてます。ちょっと言葉が違ったらそれはごめんね。では、1個目、感動詞の中の感動です。で、これもね、ちょっと書いちゃうね、先にね。感動。ああとか、おやとか全部入るかな。おや、へーとか、やーとか、あらとかね。こんなところかな。他にもあるでしょうけど、ひとまずこの5個にしておきます。で、国語が苦手やった俺からすると、これが感動なのかっていつも思いますけど、これが感動に入ると。で、今回も言葉をわざわざ書いてる理由はですね、この感動詞に関しても、学校の先生によっては中間期末で言葉を出す先生がいます。たまに。なので、できればね、もちろん言葉分けが先生によって違うかもしれないから、俺がね、こうやって分けてますけど、もしみんなが受けてる学校の先生が感動呼びかけ、ほにゃらら、ほにゃららみたいな風にこうグループを分けてる場合は、そっちでテキストを解いてください。いいね、俺の方で言葉間違っちゃうとね、もったいないからね。この辺です。あーとか、おやとか、へー、やー、あら、みたいなね。これが感動に入ると。で、次、呼びかけです。呼びかけで、呼ぶ感じだよね。で、呼びかけが、例えば、これ呼んでる感じがするよね。ねえ、ねえ、ちょっと、みたいな。ね。で、こっちはね、ちょっと怒られ始めると。おい。で、次が、こら。これも怒られてるものにね。あともう一個ぐらいあったかな。あと、もしもしだね。そうそう、これもしもしが入ります。いいかな。この辺が呼びかけになると。で、次が応答です。応答っていうのは返事ですね。なんか呼ばれた時に答える感じです。なので、答える感じでいくと、なんか言われて、うんとか、はいとか、あと、いいえだよね。そうね。いいえとか、あと、ええって。この辺が応答に入る。で、次が挨拶ですね。挨拶はもうめちゃめちゃそのまま挨拶だから、例えばおはようでしょ。おはようとか、こんにちはとか、もちろんこんばんはも入るからね。あとは寝るときのお休みとかね。あ、お休みじゃないよ。お休みを入れてしまった。あ、お休みって入るのかな？ごめん、ちょっと確認してないんで申し訳ない。ちゃう、さようならだ。用意してたのはね、失礼しましたね。おはよう、こんにちは、さようなら、この辺が挨拶に入ると。で、最後掛け声ですね。で、掛け声は例えばよいしょとかね、あとはそれだっけな、そう、なかなか掛け声のそれもなかなか使わないですけどね。で、最後一応載ってたんで書いとくんですけど、どっこいしょ、使わないですね、なかなか。この辺がね、掛け声に入ると。で、これは全部感動詞になります。いいかな。
では問題解いていきましょう。まあこの中でね3つあるんで感動詞探していくんですけど、まず2番、まあなんて切れないでしょうって。でどれかっていうと、まあとこれになると。でこれちょっと全部解いてから説明しますね。明日は試合だ、さあ今日も頑張ろうみたいな。はいどれか、さあってこれが感動詞になる。で最後、はいよろしくお願いします、どれか、はいっていう。でこんな感じです。で感動詞っていうのはもともと独立語から来ているので、まあちょっと独立語の時にも話をしましたけど、若干浮いてるやつなんですよ文章の中で。でほとんどほぼほぼそのどっかで感動詞が来た後には当点が来ます。まあ、接続詞の時でもねちょっと話をしましたけど、で接続詞はその当点が来ない時もあるんだけど、感動詞はねもうほぼ来ると言っていいっすね。うん、違う、多分あるんだよきっと来ないやつもあると思うんですけど、まあ、ほぼほぼ来ます。問題を見ていく中だとね、まあ、こんな感じで探してもらえば大丈夫で、もちろんこれをね覚えては欲しいんですが、ひとまず探せるようになってほしいのと、言葉をねぜひ覚えておいてください。でさっきも言ったように学校の先生と俺のねこの言葉のグループ分けが違う可能性が高いので、その場合は学校の先生に合わせてテストを解いてください。いいかな、そんな感じでよろしくお願いします。では今回は中学校国語感動詞についてお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で最初にも話をしましたけど、自立語そしてこの活用がないグループはこれで終わりですね。で次は自立語なんだけど活用があるグループに変わります。でトップバッター最初に出てくるのは動詞です。長いよ、まだちょっと全部作ってないんですけど板書結構長い。動詞はすごく難しいというかねややこしいので、まあ、それをねまず1個ずつやっていくんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。